はい、どうもこんにちは。今回はこちら、2倍角の公式ですね。2年生の三角関数というところで習う内容です。なんでこういう形になっているのかっていうのを紹介した後に、2倍角の公式を使うと何がいいのかっていう例題を2台紹介していこうと思います。2倍角の公式のことをまだ知らないよっていう人も、あるいは公式の字面だけ知ってるよっていう人も、きっとですね、ためになる動画になっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、まずはですね、なんでこういう形になってるのかなんですけども、 2α、2α、2α ということで、同じ角度を足したらどうして右辺がこうなるのか、それをですね、まず加法定理から導いてみたいと思います。さて、同質といってもですね、加法定理のこの α たす β の β を α に変えるだけで OK なんですね。2倍角の公式というものは、サインの、あるいはコサインのタンジェントの 2α なわけなんですけども、 2α っていうのは詰まるところ α たす α ですよね。だから加法定理の特殊な場合が2倍角の公式になっているというわけで、結局この3つの式でですね、 β を α にしてあげればいいという、それだけなんです。まあ、そもそもの加法定理の同質については前の動画で説明しているので、よかったらぜひご覧ください。ということで、同質自体はもうこれで OK ですね。実際にですね、この β を α に変えてみると、サインはサイン α、コサインの α、こっちはコサインの α、サインの α、サイン、コサインでコサイン、サインなので、結局同じだから合わせて 2× サインのコサインです。こっち、コサインの方を見てみると、β を α にすると、コサイン α、コサイン α、引くことのサイン α、サイン α となって、コサインの2乗 α、引くサインの2乗 α となっていますね。そして、サインの2乗とコサインの2乗の和が1だよっていうこと、あれを公式を使ってあげると、こっからこれが導けたりとか、こっからこれが導けたりします。まあ、今回は、この3つの相互のですね、こう変換、式の変形というものは大事ではないので、そこの部分の証明は書かないことにします。タンジェントについても同様です。ベータを α に変えると、1引くタンジェントの2乗の α、そして分子はタンジェントの α を2個足しているので、2× タンジェントの α という風になるわけです。ということで、以上がこの2倍角の公式の証明でした。加法定理で2つの角度を一緒にしてあげればいい。加法定理の特殊な場合が2倍角だよということが分かったでしょうか。さて、次はですね、この2倍角の公式を使った例題をご紹介します。今回はサインの 2α、そしてコサインの 2α を使っていきます。まず1個目から順番に見ていきましょう。1問目。α は鋭角で、そしてサインの α が5分の3であるときに、サインの 2α の値を求めようという問題です。このサインの α が5分の3の時の α なんですけども、ぴったり60度とか45度とか綺麗に言うことはできません。サインの値が綺麗な数の時、一般的に角度自体は結構汚くなることが多いです。で、この α もですね、5分の3って単純ながら角度実際に求めてみると、これ大体37度くらいだったかな。それぐらいの中途半端な角度になっちゃって、具体的に求まらないんです。なので、サインの α の値だけからサインの 2α の値を求めると。いうふうに考えるわけですね。そして今、サインの 2α を求めるために2倍角の公式を見るんですが、これ右辺見てみると、2×sinα×cosα ということで、2はもちろんただの定数、そしてサインの α は値分かっていますね。ただしかし、コサインの α はこの値が分かっていません。ということなんで、まずはですね、サインの 2α の前にコサインの α を求めます。今、α は鋭角。鋭角というのは0度より大きくて90度より小さい角度ですけども、それかつ、サインの2乗の α とコサインの2乗の α は1ですよね。これは別にいつも成り立ってます。どんな角度でも。この2つから、今、コサインの、まず α、これはですね、こういう風に書けます。1引くサインの α、つまり5分の3の2乗。2乗の和が1というだけだったら、コサインの α はプラスマイナスのこれなんですが、今 α は鋭角なので絶対にコサインは正ということで、プラスの符号が選択されるという風になって、これ、ルートを外してみると、5分の4であるということがわかります。コサインも綺麗ですね。まあ、つまりこれはちょうど5分の3と5分の4なので、3対4対5の直角三角形の内角ということになります。まあ、ともかく、サインの α とコサインの α の値が分かったんで、これでサインの 2α が計算できます。結局2倍角の公式によると、サインの 2α っていうのは、ここと一緒ですね。2× サインの α × コサインの α。ということで、2× サインの α が5分の3、そしてコサインの α が5分の4なので、これ計算してみると、25分の24というふうになりますね。ということで、練習問題の一つ目の答え、サインの 2α は25分の24という風になります。さあ、では次です。二つ目。β は鋭角、同じように鋭角で、コサインの 2β が3分の1の時に、コサインの β の値を求めようということで、さっきと違って今度は 2β の方が分かっていて、そこからコサインの β を求めようという問題です。ただ今回もやっぱりさっきと一緒で、2倍角の公式を使ってコサインの β を求めていきます。
二倍角の公式によると、この cos の 2β というものは 2×cos の2乗の β 引く1なんでしたね。今、ここの標識を使っています。で、もちろん角度は α だろうが β だろうが一緒ですね。ということで、こうなっているんですが、今、cos の 2β というものは3分の1でした。というわけで、結局、この 2×cos2 乗 β 引く1というものが、3分の1になってるわけですから、移項して解いてあげると、cos の2乗の β が3分の2であるということがわかりますね。今、コサインの2乗の値が分かっていて、コサインのベータを求めたいんですが、2乗を外すときにプラスマイナスの符号が出てきますよね。どっちが正しいのかってことですが、ベータは鋭角なので、コサインのベータは正ということで、これはどちらが正しいかっていうと、プラスの方ですね。プラスの、で、ここの3分の2という風になって、これがまあまあ答えでもいいんですが、一応まあもう少しだけ簡単にしておいてあげると、3分のルート6と。ということで、これが2つ目の練習問題の答えになります。コサインのベータは3分のルート6ですね。ということで、以上が2つ目の練習問題の解説でした。ちなみにですね、この1つ目では、サインの α からサインの 2α を求めましたが、この2つ目では逆をやっていますね。コサインの 2β からコサインの β を求めている。で、2倍角の公式っていうのがあるのと同様に、その逆、つまり2倍の角度からその半分の角度の三角形を出すっていう方法も実はあるんです。この最初に書いた2倍角の公式、これを使ってですね、逆にこの半分の角度の三角形を出すことができます。ここからここをどうやって出すのかっていうのは各自で考えてみてください。ヒントを言うと、コサインの2倍角の公式が活躍します。まあただですね、この半角の公式わざわざ覚えるようなものではないと思います。っていうのも結局ですね、この2倍角の公式とほとんど同じことをやっているので、しかもですね、そもそもこの2倍角の公式自体もさっきお話ししたように、加法定理の式で β と α を一緒にすればすぐに出てきたわけですから、つまるところこの三角関数の覚えるのがすごくめんどくさい公式たちっていうのは、加法定理さえ知っていればどうにでもなっちゃうんですよね。なので皆さんたくさんの公式があってね、わけわかんないなと思うかもしれませんが、そういう時はとりあえず加法定理だけ覚えておきましょう。これまでの動画で扱いきれていない和積の公式とか積和の公式なんていうのも、実は加法定理の式さえ覚えておけば導出することができるのでね。まあということで、今回の2倍角の公式は覚えておいた方がいいっちゃいいけども、加法定理さえ覚えておけばいいよという感じです。はい、今回は以上です。僕の YouTube チャンネルではですね、こんな感じで高校数学に関するトピックのお話をしたりとか、あるいはですね、僕自身が東大の物理学科の出身なんで、物理のお話もしていこうと思っています。また僕は、中学受験、高校受験、大学受験、どれも経験してきているので、そこら辺の受験に関するお話もできたらなというふうに思っています。おかげさまで最近ね、チャンネルすごい勢いで伸びておりまして、引き続き僕も頑張っていこうと思っておりますので、皆さんも応援よろしくお願いします。もしこの動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録しておいてくださいね。ということで今回は終わりです。また次の動画でお会いしましょう。